人造人間キカイダー誕生。ロボットの研究を続けていた光明寺博士は、悪の命令には絶対に従わないロボットの心、つまり良心回路を持ったジローというロボットを作り上げた。これが人造人間キカイダーである。あとは良心回路を完成するだけだ。しかしこのことを知った悪の首領プロフェッサーギルは、ダークロボットを送り込み光明寺博士を襲ってきた。ダークロボットの攻撃により研究所は破壊されてしまった。三つ子とマサルを連れて密かに脱出したジローが、しかしジローの良心回路は未完成のままだ。ダークの首領プロフェッサーギルの笛の音が聞こえてくると、ジローはおかしくなってしまう。ジローを悪の心へと誘いかけるのである。戦え、ジロー。悪の心に負けるな、ジロー。行け、正義の機械だ。機械だ破壊の使命を受けて、ダークロボットが次々とジローを襲ってくる。恐怖の地獄の使者グレイサイキング、このものすごいダークロボットグレイサイキングがキカイダーに襲いかかる。ヒャートーブーブー。襲いかかるアンドロイドマンは瞬くうちに破壊された。ブー、キカイダーめがけて突進してくるグレイサイキングにダブルチョップが炸裂する。ヘイダー、間髪を入れず大回転投げ。やあ、よろよろと立ち上がるグレイサイキングの体が必殺技電磁エンドによって爆発し、コッパみじんとなった。さあジロー、変身しろ。チェンジだジロー。スイッチオン。ワンツースリーチェンジ。電流が体中を駆け巡る。今ジローがチェンジする。正義の人造人間キカイダーの誕生だ。さあ行け、キカイダー。倒せ、悪の手先ダークロボットを迎え撃て。再びプロフェッサーギルの送り込んだダークロボットがキカイダーを襲う。カマキリのようなグリーンマンティスだ。よっとー、どうだグリーンマンティス。絡みつくグリーンマンティスの触手をチョップで切り落とす機械だ。だがその切り口から鎖が飛び出してきた。ほっ、機械だはすっかり鎖に絡まれてしまった。機械だ危ない、頑張れ機械だ。へえ、どうだ。やった、電磁エンドだ。さすがのグリーンマンティスもキカイダーのこの電磁エンドには歯が立たない。今度はオレンジアントが迫った。アリによく似たこのロボットは腕からミサイルを撃ち出した。ヘイヒャトー。キカイダーのダブルチョップ、大車輪投げ、電磁エンドの連続技でオレンジアントはひとたまりもない。凄まじい炎を上げて爆発した。シルバーキャット、サソリブラウンと次
次々にキカイダーに襲いかかるロボット。負けるな、正義のキカイダー。戦え、我らのキカイダー。悪のダークをやっつけろ。行け、正義のキカイダに繰り出されるバッファローミサイルをかわし、キカイダーのダブルチョップ、大車輪投げの連続技、デンジエンドが炸裂。襲いかかるブルーバッファローは崖から落ちて大爆発を起こし砕け散った。ブルースコングの腕輪がキカイダーめがけて飛んでくる。腕輪がキカイダーの首にはまってしまった。振り回されるキカイダー、ほわーっ、へい、うわっ、とわチョップで鎖を切った。今度はよろめくブルースコングに反撃だ。えいひょっとわついにブルースコングの巨体は崖を転げ落ち爆発してしまった。サイドマシンとは、ジローがいつも乗っているサイドカーで、ジローがキカイダーに変身すると、サイドカーもサイドマシンに変わる。時速500キロで走り、ジェットエンジンで空を飛ぶことができる。イエロージャガーの出すテールファイヤーの中に飛び込み、尻尾を切り落とすキカイダー。イエロージャガーがキカイダーめがけてボディガンを発射。かわすキカイダー、へいっ、やっとー。鮮やかにキカイダーの大車輪投げが決まった。戦い続けるキカイダー、次々に襲ってくるダークロボットを破壊するのだ。行け、正義のキカイダー。戦え、我らのキカイダー。